気はないですね。でもあれか、特急で帰る気だったら境で越えたら高松まで行かなきゃ。映ってるかな、全然わかんない。よし、いやー、メタスピ乗り出してからこう高低差のある切符のあるコースを惜しみなく走るようになったんだけど、気持ちばっかレベルアップして果たして体力がついていってるかどうか。あかんで、あかんで、佐藤さとみさん風の言い方で、あかんねえって感じで、嬉しいな。ちょっと両手で運転するわ。ヒントがな、合わねえんだよ。よいしょ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 。疲れますね。疲れてしまって汗かいちゃうよ。マジで。しまった。これはしまったな。これはしまった。ダメだな、これ。これはダメだ。よいしょ。しちゃうんですよ、この自転車。よいしょ。よいしょ。
るぞこれ。これ復旧じゃないのまだ。今日アドベンチャーな感じだね。ひとめとかして、よし、よいしょ。さっきちょっと辛いもの食べたやつ、遅めの晩飯じゃなくて昼飯で辛いもの食べて、今ちょっとなんかおかしなテンションですね。こういうとこ来るとき用のなんかクロスバイクが欲しいですね。また増やす気か。やっぱりクロスロードが欲しいですね。ごっついクロスじゃなくて毛の大きい、またピンボケか、これピンボケだよこれ。嫌いじゃない。